ジョシュア・ケネディ、ジョシュア・ケネディ、ジョシュア・ケネディ、1982年8月20日大は、オーストラリア・ビクトリア州、ウォドンが出身の元プロサッカー選手、元オーストラリア代表、現役時代のポジションはフォワード。1999年に、母国オーストラリアのカールストン SC へ加入。2000年に、ドイツブンデスリーガの VFL ・ボルフスブルクと、プロ契約を結ぶ。 出場機会は2年間で8試合に止まり、2002年に、レギオナルリーガ、ブンデスリーガの4部に相当のシュトットガルター・キッカーズ、A 席。翌2003年に、ブンデスリーガの1、FC ・ケルンに移籍するも、アマチュアチームでレギオナルリーガの試合に出場に止まった。2005年になると、ツバイテリーガへの昇格を決めたディナモドレスデンから、注目を受け、移籍することとなった。 チームは短期間で3分に降格となったが、ケネリは2004から05シーズンに9得点、2005から6年に7得点とクラブ得点王の活躍を見せた。ドレスデンが3分に降格となったため、ワールドカップ終了後はトップチームでの出場を求めて、ブンデスリーガの1、FC ニュルンベルクへ移籍。2008年1月にはブンデスリーガ残留争いの真っ只中にあった。 カールスルーン SC へ移籍し、残留に貢献したものの、翌2008から09シーズンは不審により、ツバイテリー以外の降格が決定した。ケネディは、ドイツ国内に限らずトップチームでのプレーを希望し、6月21日、J リーグの名古屋グランパスへの移籍が発表された。なお、ケネディにはこの年から、J リーグで採用された、AFC 枠が用された。名古屋合流後は、 カズ試合は縦主体の練習試合に出場した後、7月18日の京都三賀会始戦に初出場し、試合は引き分けに終わったが、ヘディングで初得点を記録、15試合の出場で6得点を挙げた。名古屋では17得点を挙げて、J リーグ得点王に輝き、名古屋の初優勝に大きく貢献した。さらに翌2011年も19得点を挙げ、2年、 連続得点王に輝いた。2014年シーズン終了をもって6年間所属した名古屋を退団し、母国 A リーグのメルボルンシティ FC へ移籍。2015年6月26日、現役引退を発表した。A リーグに戻ってきてプレーするチャンスをくれ、6ヶ月間サポートしてくれたメルボルンシティにお礼を言いたいと感謝の気持ちを表すと、に引退の理由に、 フィジカル面を挙げ、家族や友人とも相談した上で、プレーすることから離れることを決めたと、決断に至った経緯を説明した。ドイツでの活躍からオーストラリア代表監督のフース、ヒディンクによって、ドイツワールドカップのオーストラリア代表に抜擢される。かつて u、u 十七、u 二十の各世代で代表経験はあったもののそれまで A 代表経験はなく、また、 ドイツの2部を渡り歩いていたことから世界的には無名に近かったが、ベスト16進出に貢献し、以降もたびたび代表に招集されることとなる。2010FIFA ワールドカップには、ガーナ戦、途中出場とセルビア戦、スタメンの2試合に出場し無得点。2014FIFA ワールドカップアジア最終予選では、最終節のイラク戦で決勝点を挙げ、 オーストラリア代表を3大会連続4回目の W 杯出場へ導いた。194cm の長身とヘディングの強さから空中戦では圧倒的な強さを誇り、ヘディングに加えて足元の技術も巧みであり高いキープ力を合わせ持ち、前線で攻撃をコントロールできるチャンスメーカー。それらのスタイルからクラハム・アーノルド、オーストラリア代表監督。 コーチを歴任。現役時代はサンフレッチ広島でもプレーはケネディを、ピーター・クラウチとイメージを重ねていたとい。周囲を活かすため無得点の試合でも高い評価を得ることがあり、辛口で知られるキッカー氏の平均評価も3.10の高評価であった。数字は少ないほど高評価。名古屋グランパスに移籍してからは、単なるクロスボールのターゲット、 背の高いハイボールの処理係ではなく、ポストプレイや時にはサイドに移る動きを見せ、オーストラリア代表においても、監督のホルガー・オジェックからも、同じく、J リーグに在籍したアレックス・ブロスケと共に、J リーグに行ってから、スキル、技術が上がったとうならせた。もともと、オジェックは、ブラワレット・ダイヤモンズでも監督を経験をしているため、J リーグではテクニカルなサッカーが主体なのを知っており、 J リーグから招集する選手も多い。400040579106364126016コールスパンイコール2 2 0 6 2 1 6 4 6六0コールスパンイコール2コールスパンイコール2 4 6 1 1 3四3 6 4 4 1 9 3 1 4 6 6 8 3 1 0 1 1 4 5 一十七六三百三十二百二十一不都はリーグ最多。通算、コールスパンイコールに AFC。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。